HMS 林道部は、イギリス海軍のビジラント級砲艦で、東、インド、中国艦隊に配備され、ロシア軍艦地島占領事件に協力した。林道部は、クリミア戦争での沿岸部での作戦用2854年に、設計されたビジラント級の二等砲艦である。二気筒の水平端式膨張蒸気エンジンを搭載し、一軸スクリュー推進により、 約11ノットの速度を出すことができた。搬送はバーク形式であった。武装は7インチ5層アームストロング砲1門、68ポンドランカスター砲1門、20ポンド5層アームストロング砲が2門であった。1859年9月に東、インド、中国艦隊に配属になり、翌1860年4月に香港に到着した。 1861年、ロシアのポサード肉が津島を不法占拠すると、中日英国公使、ラザフォード・オールコックの依頼を受けて、反創測量艦アクテオンと共に、津島の偵察を行った。さらに、幕府が問題の解決を依頼すると、東、インド、中国艦隊司令官、ジェームズ・ホープの座城するエンカウンターと共に1861年8月28日、津島へ到着。 ロシアに退去圧力を加えた。結果9月19日に、ポサード肉を退去させることに成功した。1865年に売却されたが、それまでに少なくとも5回日本に来航している。ありがとうございます。